いかがですか。あ、もう私の目はごまかされませんからね。どこだ。あった。もう目、入院中にお酒なんて絶対ダメなんです。治るものも治らなくなりますよ。自分の努力もあって治るんです。あなたの体だから正直どうでもいいんだけどね。いつまで優しくされると思ったらさ、大間違いだよ。大丈夫？ちょっと。選び抜かれた素材だけ、宅配寿司は銀の皿。ダメ。なんで。もうちょっと待って。あと何秒ぐらい。犬苦手なんだよ。ちょっと待って。ちょっと待って。気がない。おかげさまで。選び抜かれた素材だけ、宅配寿司は銀の皿。ちょっとダメだ、汗出ちゃってるよ。真夏に真冬のシーンも撮る。 CM の撮影は隠された秘密がいっぱいだ。賢い犬も餌に釣られて演技してるだけだし、疲れても彼の代役はたくさんいる。CM で女優は神様だ。セリフを覚える必要はないし、 CM の世界で女優にシワはない、シミもない。そして少し長細い。彼女の演技を邪魔するものは何もない。うわっ。もちろん僕は切られていない。でもいい音だったろ。これだ。仕返しだ。あ、クライアントさんたちだ。口うるさい彼らにはコーヒーにウイスキーを入れておく。細かいことは気にしないように。内緒だけどスタジオには霊もいる。ライバルに主役を奪われた女優の霊、監督になれなかった助監督の霊、落ち武者の霊。そんな時は彼、フィルムから霊を消すプロだ。CM の世界は健康的で安全で、今の時代 CG があれば不可能はない。 CG がないとこうなっちゃうからね。 CM といえば笑顔のシーン。でもここに最大の秘密がある。 CM の最大のタブーだ。吉田、あれ持ってきて。銀の皿です。アクション。最高の笑顔なら銀の皿。これがこの世界の鉄則だ。怒って楽屋から出てこない女優も最高の笑顔でスタジオへ。ハリウッドに帰ると言った彼も笑顔でスタジオへ戻ってきます。銀の皿。ねえケンちゃん、結婚しちゃう？え、マジで？しちゃう？しちゃう？ド派手に。イエーイ。ワクワクドキドキのブーケトスは重野料理さんの念力でネバーエンディング。すげえ、やべえ。シャンパンも超派手で超高圧ですげえ。ダイヤは世界最大で。でかすぎ。そして強力な光線でまさかの巨大転送虫誕生。やべ、最高。上がる上がる。やっぱやめにしましょう。ええ、知性に欠けるわ。マグロには DHA が含まれています。
新鮮なマグロは銀の皿。宅配するなら寿司に限ります。なぜなら宅配ピザの場合セカンドベースと間違えられるかもしれませんし、黒いオリーブは誰かの小袋かもしれません。宅配中華の場合はもしかするとそのカニの仲間がやってくるかもしれませんし、また宅配カレーの場合もそのエビは大変危険で巨大な生物の罠の可能性があります。やはり宅配するなら寿司ですね。電話一本銀の皿。レストランでの誕生日、お姉ちゃんの寝癖のせいでお店はカオスな状況に。でもお家なら大丈夫。たとえパパの洗濯物が乾いてなくて私の高校時代の制服を着てても、お誕生日にお家で宅配寿司なら気にならない。たとえ妻と私がお酒に超弱くても、宅配寿司なら車を運転することもないし大丈夫。家族が家族らしく気兼ねなくお誕生日を祝うならお家で銀の皿です。宅配寿司は銀の皿。誕生日です。今日はこのチキンを焼いちゃいます。おー、すげえ。誕生日はお寿司をどうぞ。宅配寿司は銀の皿。お前何年やってんだよ。みんなを笑顔にする魚は銀の皿。回転しない魚は銀の皿宅配です。思ったよりも元気そうですね。あんたも諦めの悪い人ですね。一体なぜなんですか。とにかく犯人は私なんです。恵子さんをあのままにしてていいんですか。うるさい。静かにしろ。そこまでしてここにいて何になるんですか。どこを切っても美味しい、どこを切っても美味しい最高の素材は銀の皿。